パナソニックのエアコン CS22RKX、 まあその当時一番上のグレードの6畳間用、まあ今一番上のグレードで6畳間用ってないんですけど、当時はあった。それこれ買いましたね。一番いいほど電力消費量が少ない、だからいいのかなと思ってね。まあ実際そんなに電気代かからないですね。あの結構毎日つけてる。私エアコン好きだから夏になったらもう毎日つけてるんですよね。冬も暖房として使ってる。だからほとんど使ってない時がない。一年中使ってる。でこれ買ったのが2000いつだ？買ったのがすいません。買ったのが2009年の5月22日ですね。2009年。ということは今2017年の6月5ということは2017、8年目。8年目か。8年目にしてまあちょっと調子悪くなった。調子悪くなったの。お掃除の部分ですね。これお掃除ロボットって中に入ってるんですけど、それがまあ動いた後に止まってしまう。止まってしまってエラーが出る。まあ、ということだった。それでさ、これ、延長保証入ってましたから、メーカーじゃなくて、この販売者の無料保証という。それで直していただきましたね。もう直してもらった後。それ、何を交換したのか。まずは、制御基板ですね。制御基板を交換した。制御基板の型式がいくつだ？制御基板の型式が CWD01C、 あ、間違えた。 CWA73C3490 制御板、これが1個。あとはお掃除ロボットの部分、この部分ですけど、足交換でしたね。全部丸ごと交換。それエアフィルター枠という、エアフィルター枠、カッコ、オートクリー。まあ、オートクリーまでしかないですけど、その後あるんでしょうね。型式が CWD01C1104 ですね。これを交換しました。まあ、これサービスの人に聞いたら、値段は2つ合わせてだいたい2万ぐらい。それプラス出張費が1万ぐらいって言ってましたね。だから、保証に入ってない場合3万。ということで、まあ、得してるのかな。保証代そんなに高くなった、そんなに高くなかったですからね。5% ぐらいだったかな。だから、まあ、良かったのかなってね。それ、これで、またしばらくは使えるかなってね。なんか、故障した時、ああ、もう、ダメかと思ったんですけど、あ、このエアコン10年保証入ってたわ。そう思って、サービス読みました。まずは電気屋に電話かけて、履歴調べてもらって、あ、まだ、保証残ってるから、呼びますよということで、迅速に対応してもらえた。日曜日、あれ？土曜日だ。どっちだ？土曜日。土曜日の日に店に依頼して、それで月曜日。早いですね。日、月、二日ですね。二営業日じゃなくて、二日、それに治っちゃった。まあ、迅速ですね。本当ありがたいですよ。ということで、バイバイ。